広島県立加茂高等学校は、広島県東広島市西条西本町にある、公立高等学校。全日制普通科、定時制普通科か,からなり、通常、加茂野、加茂校、加茂高校と言われることが多い。校歌の作詞は、桂原茂、作曲は、下宇佐寛一が担当した。校章のデザインには、所在地が、京都、加茂神社の荘園であったことにちなみ、 同神社の社門である、鴨の葵が寄られている。交渉制定時に、京都の同社まで出向き、神社から、社門の使用許可と由来の葵の草を送られたという。また、開校記念日は、公式には不明のため、鴨神社のお墨付きのもと、社祭の葵祭りに合わせ、5月15日となっている。近年では、広島県教育委員会より、進学指導重点校に、 この制度が始まって、以来一貫して指定されたが、2009年より、指定校から外された。2010年度からは、広島県教育委員会より、チャレンジハイスクールに指定され、2014年度より4年間文部科学省より、英語教育強化地域拠点事業の指定、2015年度より、広島県教育委員会より、高等学校課題発見。 解決学習推進プロジェクト指定校の指定を受けている。旧制中学がないかも地域において古くから進学校として位置づけられており、過去には東京大学や京都大学への合格者を輩出する県内有数の公立進学校であったが、近年は近畿大学、附属広島高等学校東広島校や、 広島県立広島高等学校等の新興新学校の台頭により、最盛期と比べるとその実績には、陰りが見られる。2019年3月進学実績、国公立大学合格者数90名、広島大学合格者数16名、県内国公立大学合格者数44名、講座、新、高志、愛5十音順出展。ありがとうございます。